こんにちは。中級メガネーズです。さあ今回はですね、はい、何やるっていうところから違う、まあ、前回は、まあ、水沼隆全日本での最後の戦いという、じゃあこれはウィキペディアシリーズってこと、今日はね。そうです、ウィキペディアシリーズです。ウィキペディア、はい、で今日は、はい、今日はですね、あのそんなわけで、あの全日本後、J リーグ以前と、ウィキペディア的にはほとんど空白の3年間みたいな一文だけあるんですよ。1991年、これまでレギュラーを務めてきたが前期リーグ戦でチームは低迷、後期のリーグ戦ではオスカー監督の決断によりベンチ要員となることもあった。ああ、この一文しかないんですよ。その一文だけなんだ。ちょっとそれはないだろうというところもあり、この期間について水沼さんにちょっと記録を。90年のイタリアワールドカップの予選で代表を終えて、で、93年に J リーグ始まります、はい、で92年は確か、リーグ戦がない、そうですね、多分、うん、ナビスコだけだったんですよね、うん、はい、でだからリーグ戦がそれこそ90年91年で終わりなのか、多分終わってるんだ。ああ、そうなんだ。日本リーグ JSL は、ね、なるほど。でも今言われたようにオスカーに監督になってやっぱりこう序列は変わっていって、若い選手たちが、まあ、出るようになったっていうのは確かなことで、だんだんこう試合出れないのかもうみたいな。あ、だからそういう風になっていくんだけど、うん、それこそ93年の J リーグがもう開幕するというのがあるので、うん、もうそこだけのモチベーションでやってたような気がする。ああ、だから89、90シーズンは優勝してるんですよね、リーグ戦で。うん、あ、そうそうそう、8889と8990が優勝して、はい、あれオスカーが監督になったのっていつですか？2回目、8889の時鴨さんだから、うん、8990の時に多分オスカー。ああ、なるほど、ね、2回目はオスカーなの。なるほど、ね、1回目鴨さん。なるほど。じゃちょうど代表 その予選終わってっていうタイミングでオスカーがもう監督やってるんですね、うん、でもすごい、その時さ3冠だからね、一応2年連続で、うんうんうん、リーグと天皇杯と JSL カップってカップ戦と、あの時だから天皇杯とかヴェルディってやった時、あれ何年ですか、91年ですっけ。一番最後にヴェルディってやったのは93年の元旦だから92シーズン。ああ、なるほど。その前にも91の時はやった、うん、ありましたよね、うん、あれ水間さん延長戦でゴール決めた時ってあれ91じゃないですか。覚えてない延長戦で決めてるのはもっと前にもあったし、うん、なんか藤田とやった時にドゥルドゥルドゥルっていうドリブルのやつ、いまあ、未だにミッシェルに言われる。あれね、間に合ったんだけど俺の前に森政がいてね、邪魔だったんですよねってそうだからその天皇杯の決勝も延長行った時に水沼さん途中で出てきてるんですよ。だから怪我が結構多かった、やっぱり。そうそうそう、なんか常に肉離れしてるみたいな感じで常にテープ巻いてるみたいな。だからまあコンディションは全然良くなく、でもまあ短い時間ならできるっていうような形でやってたかな、うん、いやその時のね、そのジョーカーみたいにして出てきた時の、うん、キレキレぶりがすごかったんですよ。だからその呼び言ったらそう、ものすげえ鮮烈な印象が残ってるんですよ、それ。なんかだからあのその後の鹿島のモテヤマみたいなイメージでしたよ、うん、本当に。モテヤマそうじゃないですか、スーパーキリ、うん、ね、ジョーカーとしてこう出てきてみたいな、ドリブルでキャキャキャってこうやる感じが。でもオスカーも何年やったんだろうな、2年とかそのぐらいしかオスカーもやってないんじゃないかな。だって結局93年の開幕の時には清水さん変わりましたもんね。そうですよね。でその前の準備段階から多分清水さんやってたと思うので、そんなに長く2年ぐらいしかやってないんじゃないかな。だからやっぱりオスカーになって、その若い選手たちもどんどん使われるようになって、うん、まあ、ベテランの選手が少しずつこう排除されるような感じになっちゃってて、うんうん、でも本当に93年の開幕があるからそこにモチベーションを持ってやってるっていうのが、まあ俺の中の気持ちで、長くやるためにどうしたらいいかみたいなすげえ考えてたんでしょ、ね、うん、ああなるほどね、93年までやるためにやってね。だけど、まあ、今はこういろいろデータも取りながら選手たちのコンディションがはっきりと分かって、練習のメニューとか、まあまあ調整するじゃん、そうですね、してくれるじゃん、うん、コーチさん、はいはい、うん、でもまだ時代的にそういうところまで行ってない時代だったと思うので、とにかく
やれることはやる、まあもちろんやれないことはできないんだけど、同じメニューをやりたくて、あ、自分の中でなんか、うん、若手と違うメニューじゃ嫌だっていうところですね。そう、前も無理したらダメだからみたいな風に扱われるのが嫌で、だからそういう葛藤みたいなのはあるんだよね、やっぱり。あ、だけど怪我が多いからどっかでセーブしなきゃいけない、うん、でもやらなきゃいけないっていうか、やるっていうふうに決めてたので、うん、まあ、そういうよう なんか時代かな、自分の中で、うん、日産じゃなくてマリノスになるってどうだったんですか。え、何っていう、どういう意味どういう意味みたいな、ね、なるほどなるほど、まあまあそうなりますよね。そうですよね、定着してたら何も違和感はないけど、まあ、横浜マリノスみたいな、カモメみたいな、何それみたいなのなかったですか。そういうのあったと思うよ、やっぱり。あ、やっぱそうか、最初はね。他のチームもそうだし、サンフレッチェとか何っていう感じになるよね。そうですよね、名前分かるチームなかったですよね。ない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 。でもナビスコカップはどうだったんですか、92年の。それなんかすごい世間の注目が来てんなっていう感じはもうすでに実感としてあったんですか。もうやっぱり取材者が多いっていう。ああ、そうか、それは全然違うよ、やっぱり。それ92年の段階でもそうでしたかも。まあ、取り上げられ方が違うし、うん、あ、だって日本リーグの頃とかさ、それこそ代表だったら新聞とかも1円にバーンって出るけど、うん、日本リーグの時代ってさ、小さく結果が出てさ、まあ、点を取ったらたまに小さく名前が出るとかさ、うん、それこそ天皇杯決勝とかじゃないと、そうそうそう、ね、大きくなかなかならないってやつですよね。そうなんで、天皇杯の決勝勝ってもさ、元旦だから2日新聞休みなんだよ。ああ、そうだ。3日がないと読めないっていうね。そうそうそう、で、3日は箱根駅伝の方が強いみたいな。そうそうそう。そうだ、確かに。そういう時だよね。ですよね。でも、そういうことで変わってくるわけですよね、気持ちの方もね。あ、もちろんそうだと思う。お、もう俺やっぱ、俺たちはもうプロなんだっていうふうに見られるんだっていう感じですもんね。うん、いや、俺、それが一番大変だと思うんですよ、なんか。だから1年目の G リーグの1年目 その選手たちの表情とか、うん、そのプレーの、なんだろう、迫力とかって、もう明らかに俺たちプロなんだってみんながこう、思いながらプレーしてる感じがあって、うん、だって、急にそれまでそうじゃなかった人たちが、はい、今日から今年からプロなんで、え、それ去年までとの違いなんだっていうのは、もういやおなくそれぞれの選手たちがこう問われることじゃないですか、それは。はい、うん、いや、そうだよな。やっぱ見られてることっていうそのものによって意識が変わるってありますよね。いや、全然違うんじゃない、それは。いや、なんかあの時代って僕らサッカーファンもなんか異様な雰囲気がありましたもん。だって92、93って、だって代表戦みたいだったじゃないですか。市原と浦和がやった時に国立でどっちもホームじゃないじゃないですか。うん、そうそうそう、そういうの超満員でしたからね。うん、言うたら古川と三菱ですよ。古川と三菱でこんなに入るのっていう。今なんか思い出すとさ、例えばその頃ってさ、各チームが、まあ、さっき言ったように、まあ、横浜マリノスになります、広島だったらサンフレッチェ広島になりますとか、名古屋グランパスですとか、うん、まあ、いろんな名前でどん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 変わっていくチームが変わっていってね。で、外国人がすげえの来るぞみたいな、鹿島とかなんてジーコーとか、しかもまだ当時リネカーとかさ、確かに、リトバルスキーだぜとかさ、確かにそうですよね。そういうのだよ。いや、でも JSL の時でもあのデデオンって言ったじゃないですか。デデオン覚えてる、東芝に。覚えてないですか。あの人ウルガイ代表のスーパーディフェンダーですよ。デデオン、デデオンって覚えてないですか。ちょっと口ひげ生やした、それ川勝さんじゃない。川勝さんじゃない。ヒゲだけじゃないですか。ウィキペディアに戻ると、この次の記述が戻ってくる記述が、1993年元旦の天皇杯決勝、読売戦では先制ゴールを決めて優勝に貢献したと。これが多分ウィキペディアで優勝に乗ってないんだよ。あ、なるほど。乗ってない。うん、91年に勝ってるぐらいまでしか出てなくて、その93年の元旦に勝ったのは多分出てない。ああ、あ、そうかそうかそうか、なるほど、忘れられている。多分5回しか勝ってないことになってる。俺6回勝ってる。あ、本当だ本当だ、でしょ。あ、それ重要じゃないですか、それウィキペディアが抜けてるって。
5回優勝になってるけど6回目があるってことですね。これ発見されましたよ。発見されましたね。久々にウィキペディアの間違い。はい、7回決勝に行って6回優勝してるんです。そう、負けたのが松下に PK で負けた1回で。長嶋さんがいた時の。そう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 。そうで天皇杯は PK でしか負けたことがない。うん、普通に負けたことがない。ずっとね、途中で負けたとしても全部 PK なん。そんな経験なくないですか普通。PK 戦以外で負けたことがないなんてね。そうなん、本当にそうなの。俺新しい間違い発見した。え？何？あのアシスト王がアシエルスト王になってる。それゴジじゃねえか。完全なゴジ。ゴジを見つけた。これもう収集つかなくなってんじゃない？うん、いやいやいや、いいんですよ。いやそんなことないですよ。だっていろんな今日発見ありましたよ。ありましたよね。ウィキペディアの間違いも久々に見つけた。久々に見つけたし。いやでもやっぱこの空白の期間でどうだったのかってね、やっぱりね。そうですよね。これは知りたいですよ。うん、まあ空白は空白なんだよ。そんな強烈なインパクトはないし。いやただその水間さんの思いとしてはでも93年 J リーグある。でもそのオスカーは世代交代で若手を重用するみたいな中での水山さんの中での葛藤は当然あるわけじゃないですか。ああ、これでも俺はでもやるぞって、開幕まで行くぞっていうね。その93年の開幕に向かうにあたり、まあ、またそこの途中でなんだろうな、アルゼンチンに遠征に行くわけだよ日産が。俺 それがはっきり言うな、多分92年なんだけど、もうディアスとかもいたので向こうに。でメディナベージョももう多分入ることが分かってたのかどうなのかで、なんか参加してるんだよね。まあその時にこう選手たちでいろいろミーティングしてとか、いろんなことを多分やってね。選手のミーティングってどういうことだったんですか？トレーニングとかそういうところが、うん、なかなかこううまくいかないみたいなところがあって、ああなるほど。でちょっと選手だけで話をして、ちょっと監督になんか意見じゃないけど、こういうふうに僕たち思ってるんですけどみたいな、ちょっと話持ってこうみたいな。清水さんね、うん、感じ。そんなこともあったね。そう、でも結構選手もね、あの哲さんがいなくなって、ね、いなくなっちゃったりとか、健太さんもね清水行っちゃうとか、まあ清水さんともずっと現役時代も一緒にやってたし、うん、まあ清水さんが当然もう開幕の時は監督だし、うん、まあ、でも感謝してるのは、まあ、俺とか和志さんとか、やっぱりギリギリだったから、まあ、本当に使ってくれたのには本当に感謝してるし、そこはありがたかったなというふうに思うよ。多分、清水さんの恩情だと思うんだよね。こう、使ってあげたいみたいなところがあったんじゃないかなというふうに。だから、余計にこう開幕とかもやんなきゃいけないとか、みたいな気持ちにはなったとは思うけど。やっぱりそこまでの本当に2年、3年ぐらいは、そういう中でずっとやってたんだけどね。まあ、2年ぐらいかな。空白だけど濃い2年ぐらい。だってこれもし仮に93年 J リーグ開幕がないってなったら、だって水間さんそのタイミングで世代交代で若手重用されますって言って、よしってこう巻き返してこうもう一回ポジション奪い返すみたいな原動力ってありましたかね。ないかもしれない。だって俺それこそ、まあ、日産入って2年ぐらいして食卓みたいになったけど、まあ、大体30ぐらいが目安、プレイヤーとしての。一つのね、うん。うん。で、そのちょっと前にプロができるってなったので、そこにモチベーションは完全にいってたから、それが多分なかったとしたら、もう世代交代が始まったタイミングで、もういっか、みたいな感じになってる可能性はやっぱあるよね。いや、和志さんなんかはさらに水間さんより2個上だから、やっぱりそういう原ね、なんだろ う原動力というかね、やっぱなってたのかなと思いますけどね。先に何かがあるとやっぱ頑張れるの。あ、それはありますよね、絶対。そうですよね。そんな感じで、ちょっとウィキペディアの誤りをここから訂正するか。これなんか生き返しみたいになってるけど、そういうことではないんだけどね、別にね。まあまあまあ、で、まあ、その開幕に至る、まあ、そのなんか前夜みたいなのをお渡ししていただきまして、うん、まあ、開幕それ自体については別の動画がすでにアップされてますので、この流れで、ちょっと、じゃあ開幕実際どうだったのみたいな。見たくなった人はそちらの方を見ていただければなと思います。
開幕後の葛藤は、じゃあ次回ぐらい。そうですね。そうですね。で、次回は開幕後の葛藤から最後引退を決断されるまでみたいなところに、こう語っていただければなと。いつまでやるかよ。いやいや、もちろん、やりますよ。孫さんの誕生まで行きます。